ダイムラーベンツ DB601ADB601 はドイツのダイムラーベンツで開発、製造された航空機用液霊 V 型12気筒エンジン。第二次世界大戦においてドイツ空軍の BF-109 に採用されたほか、イタリアのアルファロメを日本の川崎航空機及び愛知航空機においてそれぞれライセンス生産され、 イタリアの MC-202 日本の三式戦闘機など数軸国側の航空機にも採用された。ダイムラーベンツ DB601ADB600 の改良型であり、高圧縮低回転型で燃料事情の良くないドイツの国情に配慮する一方、燃料直接噴射ポンプの搭載、倒立 v 型、部位が多機等で発動機中央に機銃が通せる構造や側面に装備された。 フルカン式継手を用いた無断変速の下級機、分割式、ローラーベアリングをコンロット大単部に用いるなど、非常に高度で複雑な機構を多数採用している。これは製造の困難さや重量の増大も招いたが、高度な工作技術で克服、特に対戦前半にはライバル機に対する優位を保った。バトルオブ・ブリテンの空中戦において、 後に改良されたとはいえ機器を装備してマイナス G がかかるとガソリンがオーバーフローしエンジンが息を作るオールスロイスマーリンなどの英国戦闘機のエンジンに対してそのようなことがない燃料直接噴射ポンプは効果絶大であった。また当日 V 型で中空構造のプロペラシャフトであることからプロペラスピナーの中心から発砲できる機関砲 モーターカノンの装備に対応していた。DB601 系を搭載する BF109 戦闘機用として、当初エリコン m g f f が用いられたがトラブルが多く、後にマウザー MG151 機関砲やラインメタル MK108 機関砲、または少数の MK103 機関砲が用いられた。その一方で、倒立であるがためプロペラシャフトが下寄りになり、 プロペラ系を大きくするためには足を長くする必要があるなど、機体設計の面では不合理な構造であった。また、モーターカノンの装備は、下級機の性能向上にとっては、足かせとなり、結果として後年 DB 系のエンジンは、連合軍のエンジンに比べて高高度性能でハンデを覆うことになった。本エンジンはドイツのみならず、イタリアや日本などの数軸国で、ライセンス生産されている。 日本では陸軍向けに川崎で派40として海軍向けに愛知でアツタとしてライセンス生産している。同じエンジンを陸海軍がそれぞれライセンス料を支払って別のメーカーに生産させたことからヒトラーが日本陸軍と日本海軍は敵同士かと笑ったというエピソードが知られている。ただし当初は愛知一社で 陸海軍双方エンジンを供給する予定であり、別々となったのは、陸海軍の縦割り意識によるものではなく、愛知の生産能力と必要数を誤算した結果で、ある。1936年、海軍は、新開発の艦上爆撃機に搭載するエンジンとして、ダイムラーのエンジンを購入するために、DB600 をライセンス生産していた愛知を、窓口として交渉することとなった。 この契約内容には供給先に関する規定はなく、交渉途中で陸軍も参加しており、契約成立の際には陸海軍両方にエンジンを供給する予定であった。しかし、交渉はライセンス料が折り合わずこのまま決裂する寸前のところ、当時再軍備宣言をして外貨獲得に奔走していたナチスドイツの仲介で交渉成立し、愛知に ライセンス販売されている。だが、実際に生産を開始するにあたり愛知の生産能力では両軍に必要数を供給できないことが判明したため、改めて陸軍は、液冷エンジンの実績を有する川崎に、ライセンス生産をさせることとしたのである。そうして、アツタと波40を別の会社で生産することになった。以上、その製造権は別々のものになるため、ライセンス料も、 別々に払ったのである。愛知が購入したのは DB601A であり、川崎が購入したのは燃料噴射装置の搭載が可能な DB601 バイトである。ただし燃料噴射装置を生産していたボッシュはライセンス生産を認めなかったため、三菱が製造していたものを改造して使うこととなった。なお、無断でのコピー生産も行われたとされる。利消出力。 1100hp 2400rpm コード出力 1020hp 2400rpm 利小出力 1175hp 2500rpm コード出力 1100hp 2400rpm 基本的には DB601A-1AA と同じ構造で BF110 や爆撃機用にプロペラとエンジンのギア比を1 1.55から1、1.88に変更したものり消出力、1175HP、2600RPM コード出力、1270HP、2600RPM 基本的には DB601N と同じ構造で BF110 や爆撃機用にギア比を1、1.55から1、1.88に変更したものり消出力、 1350hp 2700rpm 高度出力 1320hp 2700rpm 高度出力 1450hp 2700rpm 高度 2100m 基本的には db601e と同じ構造で bf 百十やめに百十九爆撃機用にギア費用一1六八五から一1八七五に 変更したもの基本的には DB601E と同じ構造で BF110 やめに1 1 0爆撃機用にプロペラとエンジンのギア比を1、1.685から1、1.206に変更したもの DB601 回または G2 機並べギア連動で単一のプロペラシャフトを回すようにしたもの HE177 の初期型に搭載された微小出力 2700HP カウンタートルクを相載するため A 型と B 型でプロペラの回転方向が違う A 型は左回り B 型は右回り DB601ADB601N ありがとうございます